今日はですね、アンズちゃんとシオンくんに、またたびの粉をですね差し上げてみようかなと思います。これを、これはアンズちゃん用ですね。それからシオンくんにはこういうの、これ映ってなかったね。はい、しゃーって言いましたね。アンズちゃん、実はすごくいいものを持ってきたんですよ。はい、どう、いいでしょう。あーしゃーって言って失敗したなーって思ったでしょ。ではしおんくんには、はい、これこれ、違うんだよ、外に出るんじゃないんだよ。よいしょ、しおんくん、ここ、ここ、あれ、しおくん勘違いしてるね。外に出してもらえるのかなって思った。そうではなくて、よいしょ、またたび付きの、これはなんていうの、ネックレスっぽいカミカミするやつね。これをあなたに差し上げます。どんな様子ですか。あら、もうお尻の方に置いちゃってるけど、いいの、もう一通り舐めたってこと、いいんですか。はい、アンズちゃんにあげた方をシオンくんがしきりと舐めています。アンズちゃんは特に酔った感じもなく、そうかね。それか、まあ、ハンモックの中ってさ、動きがあんまり取れないから、いいえ、すっごい暴れます。あの中でゴロンゴロンして、でもなんか欲しそうにしてるのかな、なんだよくわからないけど、またたびに強い人たちだったかな。シオンくんはちょっと、あ、そういえばシオンくんさ、またたび好きだったよね。そうだよね。シオンくんたちにあげて、そんな舐めた後のやつを、結構舐めてくれてる。今回も、アンズちゃんのやつを、自分のはそんなでもないみたいな。そういうのが好きなのかな。あ、いい感じ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 。でも開けちゃうとシオンくんが落ちちゃうかな。大丈夫じゃない。そっと。あ、これが落ちちゃった。よいしょ。はい、どうぞ。じゃあこれをアンズちゃんにあげてみよう。はい。はい、どうぞ。じゃあシオンくんのももう一回つけたいです。うん、
い出ちゃった。うん、ヤバ盛りになっちゃったよ。しおくん、どうする？これちょっと本当にすごいいっぱいになっちゃった。お皿に移そうかや。口に入ちゃった。ちょっといっぱいになっちゃいました。どうぞ。まあまあの受け。まあこれからだね。これから暴れるかもしれないね。ゴロゴロ始まりました。あ、上ではアンズちゃんもちょっと気持ちよくなってきたか。そうでもないのか。ポンちゃん、またお子たち出ますけどよろしく。よいしょ。ちゃんくんもよろしく。うん、ジャン君。お水と使いますね。たっぷりお水吸ってますね、これ。よいしょ。うん、朝ごはん食べて。ごはんね。チャコちゃんを迎えに行きましたよ、シアン君。はい、どうぞ。ごちゃごちゃです。この辺みんなごちゃごちゃです。洗濯物も。はい、アンズちゃんもだいぶ 出遅れてるから仲良くなろうよ。アンズちゃん、ジャン君人気出ちゃってんのか。シリシリされてます。いっぱいスリスリしたね。
も来た。あ、お、チョコちゃん。あら、チョコちゃんちゃんと。あ、でも、そんなでもないのかな。あれ、赤持ってくね、洗濯物ね。よいしょ。ポンちゃんが舐めてた、またたび付きのどら焼き。ポンちゃん。はい。できたな。ポンちゃんはさ、はい。体にスリスリするよね。ポンちゃん。二人でトリッコになってる。もう一個そっちにあるよ。ヤンくんが、ヤンくんが舐めてたやつもあるよ。それじゃなくて。ポンちゃん。どら焼きさんもあるよ。ラクダリさん負けずにいたよ。チャコちゃん、このね、ジャン君とポンちゃんの間は鬼門なんだよそこはね、許さないよって思ってるらしいよされてるチャコちゃんです。眠そうな顔。ごめんなさい、間違えました。はいはいはい、あんずちゃんのあげちゃうところでした。はい、どうぞ。はい、いい感じ、ちょっと閉まらないね。いいかね、あんずちゃん。はい、いいかいいかね。お待ちしましょうか。はい、あんずちゃん、おいしいね。おいしいおいしい。はい、リカちゃんね、アンズちゃん。はい、いっぱいだね。どうぞ。なんか、ここに行ってみましょう。カリカリがここに行ってみましょう。よいしょ。